なんとかね、バレンシアからサンセバスチャンのに行ってる最中だけれども、うん、なんとか最後の最後のラストミニューってで、サンセバスチャンのホテル取れたね。そう、取れた。もういつもラストミニューって。しかもラストミニューとかで気づかないっていう、脳みそしてるね。そうね。で、ちょっとチェンジしないといけない。そうだね、チェンジしないといけないね。なので、いきなりディレクションを変えて、バルセロナ通らないで、バレンシアから地中海から大西洋の方に向かっている最中です。そう、また山を通らないといけない。すごい夕日が綺麗じゃない。綺麗ね。まだ寒くなって、ね、5度、5時半か6時に夕方の出て、夜中、夜中の11時、夜の11時に着くね。でもそうね、一応予定だけど、そう、お手洗いとか、お手休んだりすると11時半とかになるかも。そうね、そうね、もうしないと。ディナー、ご飯食べないと。ということは12時半から1時、デイリーライフでっていう形の、もう計画性のないねことばっかりやってるね。前に比べたけど結構チェンジしてるところたくさんもある。決めちゃうと、決めた場合だと早いんだよね。だけど決めないでこっち行こうかなあっち行こうかなって喋ってる時って危ないよね。それ危ないよね、今回もそれじゃない。そうだね。一応でもゴールはあるんだよね。家に帰らないといけない。そう、仕事もあるから何日までに家に帰るっていうのがねあるから、それのゴールはあるんだけど、それまでが決まってないんだよね。そうだね。まあ別にどこでも大丈夫。どこでも大丈夫か。なのでずっと同じような道を6時間、あと5時間だね。5時間。そろそろ着くやつ。もうそろそろ着く。あと5時間あるけどね。だけどあれじゃない、ディナーもしないといけないから、ね、そうだね。ディナーどこでしたい。とりあえず Google マップを見て、大きな道通るところあったら、そこのところのレッスン探して。あ、そうだね、昨日ね、はい。昨日もそうだった。そう、バルシア。でもすごい綺麗だった。そうだね、計画ないけど、なんか計画ないで行くとたまにすごく嬉しいことあるよね。たまにいつもじゃない？なんか嬉しいこと。そう、探せば。美人。
ピジョンのやつがあるよ。ピジョンの部屋がありました。中入ってみたらスイージュニアスイートみたいです。わあ、ピジョンソファーもある。大好きなソファー。おはようございます。おはようございます。ビジョン、ビジョン、ビジョン、ビジョンもすごい嬉しい。しかもテラスがねすごいんだよね、ここ。ちょっとちょっと見てみよう。わーお、見てください。みんなサンセバスチャン、スペインのサンセバスチャンっていう北の方でフランスとの国境の境のところです。バルコニーというかテラスがすごい広くて、東西南北全部あの二面してますね。わお、朝起きたらびっくりしました。夜着いたので全然あの分からなかったけれども、あ、でも海が見える。ほら海が見える、遠くに。イエーイ。わあ、美味しそうです。クリスが買ってくれてます。おすすめにこのクリームが美味しいって言われて、このクリームと、あとクリスがあのドーナツのこちらをですね、こちら買いました。すごい美味しそう。ビジョンはスペインはですね、フランスと違ってビジョンはね中に入れないので、私たちは中で。あー、グラティス、あ、ペロ、あー、ガルゴ、ガルゴ、ガルゴ、グラシアス、どうだった？あー、よかった。これでね、フランスに今からボルドーに向かうんだよね。暑い大丈夫？大丈夫？今からビーチ行って、ビーチ、そう、ビーチで朝ごはん食べて。あ、ビーチで食べるの？そう。これを？ビーチすごい近いから。あ、近いの？どんぐらい？5分しないぐらい？うん。あ、そうなんだ。じゃあ。ビーチ食べて、ボルド行く。オッケー。ボルドまた食べる。ボルドでまた食べる。いいね、その旅。いいよね。グルメ。カフェジャポンに行きたい、ボルドーの。もうずっと行ってるから。だって日本食、和食、恋しい。わー、綺麗綺麗。ここにいたらもうすでにビジョンは忙しいね。わー、すごい。本当だ、400メートルぐらいだったね。で、こんな綺麗な景色見れるんだ。すごいところじゃない？コーヒーいただきます。イエー。クリスが選んだパンです。これなんだろうね。わかんないね。でもすごい美味しそう。美味しそう。どう？うん、美味しい。美味しい？うん、甘いの？うん、甘い甘い。あ、すごい美味しい。なんかクランチ、クランチ、うん、あー、カリ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 。あ、鍵つけた。アワベイビーが戻ってきたよ。ほら、四角に来てます。拡大。あ、走ってる走ってる。うわー、早い。あすぐどっか行っちゃう。はい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 、鍵つけたね。鍵つけてきた。はい、グッドボーイです。ジュン君の朝ごはんです。
これオーナーさんからもらったやつだよね。もらったおすすめもらってない、おすすめしてもらったやつだよね。そうそうそう、クレーマーって言ったら多分クレーマー、絶対もうたくさんクリーム入ってると思う。そうね、ちょっと食べてみよう。食べてみよう。うん、うん、うわー、おいしい、おいしそう。クリームがすごい出てきたよ。あ、すごい。なんかね、噛んだらね、すごいクリームがぼちょーって出てきた。すごい、また泳いでる人がいる。あ、本当泳いでる。すごい。え？今日7度じゃなかった？7度ぐらいだと思う。すごい寒く。Do you have breakfast on my mouth? 朝食ついてるよ。わあ、すごい。まだ泳いでるし、他にもいる。あ、すごいね。見てください、私たちの。You can be free. Be free. Me? Yeah, there's a menu. Baby, 大丈夫。Ah, nice dog. It's a baby. Baby. Oh, yeah, yeah. BJ. すごい、もうビーチがドグラン化してるよね。本当にいい環境。本当にいい環境、ここ。Hello! Hi! 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 みんな、いいねぎら、かわいい、この子。なんだ。あ、It's a baby. It's a baby.ビジョンもすぐに飽きちゃうから。ビジョン大きいね、こう見るとグレーハウンドの中だと小さいんだよね、でもね。そうそうそう、ちょっとミニグレーハウンド見てください。天気曇りでね、今何度ぐらい？ 10度もないよね。すごいよね。でもほら、やっぱ海まあまあ綺麗です。いや、まあまあっていうか綺麗だよね、すごく。砂がね、砂の色がいいから白ではないけど。あ、砂浜マルベイヤル綺麗。ビジョンはそれで遊んでるよ、もう。遊んでる、もう。そうね。ね。ちょっと、触ってみたくない？泳いでる人いるから。 OK。 あ、さっきビジョンがすごい舐めたので。あはははは、気づけないと危ないね。ビジョンに舐められたからちょっと洗いたいよね。どうですか？もしかしたら海の中の方がね、暖かいかもしれない。あ、そっか。うん、なんかそうかもしれない。でもこっちって大西洋。大西洋って何？なんだっけ、オーシャンパシフィック。そうだね、オーシャン、オーシャンだね。イギリスの方の海でしょ。だいたいあっちの方って寒くなかった？気をつけ。あの地中海だとね、暖かいんだけど、うん、結構暖かいよ。暖かい、面白い。おすすめかも、いいかも。すごい綺麗。 You wanna swim? It's okay. It's okay.クリス、釣りしてる人いるよ。あ、ビジョン遊んでる、遊んでる。ビジョン、すごい、ビジョンじゃない。クリス、釣りしてる人いるよ。え、人泳いでるよ、その前で。大丈夫？人釣っちゃわない？面白い。面白い、この光景は。あんまり日本では見られないかもしれない島。
丈夫かな、ビジョン見つけられるかな。クリスがビジョンを引き寄せてます。ビジョン引き寄せてる、逃げようって言ってるあ、逃げちゃった。おい、オーナーでしょ、オーナー、ビジョン、はい、ああビジョンって言ったら新しい犬がビジョンっぽくな、はい、あーや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 ー、オーマイガーデサッチキューズだ、カミヘ、うわーわー、タラー、この顔、ビジョン、ビジョン、カメラ好きじゃない、カメラ好きじゃないね。さあ戻りましょう。なんかもうそろそろでフランスみたいね。そうね、スペインからフランスに入ります。あれもうちょっとまだちょっとどこかな、どこかな、あら料金所になっちゃった。今のフランス？着きました今のフランス？あ、本当だ、フランスの料金所なの、これ全然わからなかったんだけどちょっとすごいゴージャス入り口だったね。ゴージャスだったね、さすがだよね、さすがフランス、さすがフランス、すごい良かった感動的な入国でした